生徒会。生徒会は中等教育機関に設置される生徒による自治的な組織のことである。生徒会は学校生活を送る上で問題点や課題などを改善、解決することを目的に組織されている。日本においてはホームルーム活動等とともに特別活動の一つとして定義されている。また、欧米諸国においては生徒会が学校運営の一役として 保護者や教員と同列の立場に置かれ、一定の権利が与えられている。日本における生徒会組織は中等教育にあたる中学校、高等学校、中等教育学校に設置されている。特別支援学校の中学部、高等部にも中学校や高等学校に準じて置かれる。教育体系上においては学習指導要領に基づき、 特別活動の一つに分類されている。生徒会活動を通して、望ましい人間関係を形成し、集団や社会の一員としてより良い学校生活づくりに参画し、協力して諸問題を解決しようとする自主的、実践的な態度を育てることを目標としており、全生徒を会員として、生徒の立場から自発的、自主的に行われる活動としている。 第二次世界大戦前に設置されていた交友会組織を基礎として学校における生徒の自主活動推進の目的で小学校、中学校、高等学校などに各種の生徒自治会組織が設けられた。生徒自治会は権利としての自治権が与えられ様々な活動を行った。その後、1949年頃に軍政部の指示によって 全国の自治会組織が生徒会という名称に統一された。名称の統一は、生徒自治会が校長の権限下ではなく、自治会独自の権限を与えられているかのように思われることから、これを避けたいという意図があった。また、生徒に任せ与えられた責任と権利の中で活動を行うという認識があった。1989年、国際連合において、 子供の権利条約が制定されたことにより、意見表明権に基づく生徒の参加論が、日本弁護士連合会や研究者などから発生し、さらにはそこから、学校、保護者、生徒の三者協議会が形成されるとともに、生徒会が担う役割も大きくなったが、一部の学校は衰退してしまった。1969年10月、当時の文部省が出した通達により、 政治的活動を行わないよう求めた。それは学校の指導によって実質的に政治的教養を学ぶ活動を禁止すべきという立場であった。このことにより学校内外における政治的教養を学ぶ活動も含めて禁止され、それの一部として認識された生徒会の交流活動も教員の許可制などで低迷化している状況が続いていた。そこには 学校が直接管理する活動でなかった場合においても学校に責任が少しでも及ぶような活動は避けたいということが挙げられる。2015年10月にはこの通達が廃止され学校外における政治的活動が解禁された。一部の学校においては政治的活動を届け出せとするなど対応に差があるが許可せとする対応は実質的に不可能となった。 これらの枠組みが準備され始めた状況においても課題が山積している。詳細は課題の節を参照。生徒会の組織については学校によって大きく異なることから本節では学習指導要領指導要領解説を参考とした。またその分類については伊藤1995を参照した。都道府県や地域などを単位にして 各校の生徒会や生徒会役員が相互に協力、交流することなどを目的に連合組織が設立されていたり、各学校の生徒会役員が集まって、生徒会に関する討議等を行企画が実施されることがある。これらをさらに拡張して、全国大会が実施されるなど、活動は活発に行われている。それらの連合組織は、生徒が主体となって行われる場合と、 教員等が主体となって割れる場合の双方がある。また団体や活動を活発化させるために、生徒会活動支援協会が設立されるなど、活動は少なからず活発化されている。生徒会の会員となる生徒は、活動に対して義務感で参加している割合が高いことや、学校行事の伝統や観光、顧問教師の指導などに依存する傾向が強いため、生徒主体の立場に立って、 会員の意思を統合して、目標を立て、その目標に向けて、会員を組織し活動していくといった自治的集団、活動の基本的視点が欠落している場合が多い。生徒会活動が、学校雑務や、教員の下請け機関となったり、文化祭の活動が、形式的なあるいは娯楽的なものに留まっている、学校が現状でも多いという問題点がある。また、活動を行う上で、 生徒会の執行機関を担っている役員が毎年交代するため、その方針や力量が蓄積されないことも問題点として挙げられる。つまり、前年度を踏襲する活動で収まってしまうことや、学校外にまで活動や情報収集の視野角を広げて生徒に還元することが欠落していることが課題として挙げられる。それに対して、指導する立場となる教員や、 学校側の問題にも課題がある。それぞれの実情に合わせた指導体制や方法を実施することが重要であるが、それが確立できていないことや、生徒会が持つ本来の意義や役割を十分理解させることができていないという問題点がある。活動について情報や資料を十分に提供し、自発的な活動を側面から指導、支援することが重要であるが、 教員の綿密かつ適切な指導が不足している学校が多い。また、校外活動においては、学校生徒会としての予算が執行できないことから、経済的な問題や、生徒会の連合化に向けた取り組みがほとんど存在しないことなども課題として挙げられている。欧米諸国においては、生徒会が生徒の代表として、学校の最高意思決定機関に参加する。 ここには校長、教員、保護者、地域関係者も含めて運営されている。この場所での議論はすべての立場の者が平等に権利を有している。学校生徒会の上部レベルとして、州、国レベル、さらにはそれより大きい規模で生徒会組織が存在する。アメリカ合衆国では、全国生徒会協会、ヨーロッパでは、 ヨーロッパ生徒組合協会という連合組織が存在する。生徒会やその集合体を支援する団体も存在し、ドイツにおいては、生徒会支援協会、ドイツ語、SV ビルダンズワークが各種財団や政府機関などから支援を受け、各校の生徒会役員に対するコンサルティング、研修プログラムなどを実施している。また、オベスは、欧州学生組合、 S, S から様々な支援を受けていこれらの団体は、教員からの指導ではなく、学生による支援が中心となっている。学校を舞台にしたアニメ、漫画、ライトノベルなどで、生徒会が話の舞台となったり、生徒会役員が出てきたりすることがある。これらが話の展開上重要な役割を担っていることもある。このような作品では、現実の生徒会にはない特徴。 強大な権限等を持っていることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。